ポルシェデザイン買っちゃいました。はい、皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。今日はですね、地下鉄の赤いラインの終点の仙湾に来ています。ここにもですね、中古スマートフォンが集まったビルがあるんですよね。久々に来てみました。ここしかないようなものが意外に見つかるんですよ、この場所は。ということで行ってみましょうかね。仙湾は結構大きい町で、駅から陸橋伝いに行き続けて小さいショッピングモールがいくつかあります。その一つがこちら、禅という中心、チュンフォンジョンサムですかね、広東語で。ここにですね、中古屋さんがあるんです。まあ中は PC 関係のアクセサリーや周辺機器を売ってるお店がたくさん入っています。まあこれがほとんど大半占めてるんですけども、その中にいくつかスマートフォンの中古屋さんがあるんですね。こうやって人が集まってるところ、そう、まさしく中古屋さんです。ドーンとありますね。だいたい 4,5 軒中古屋さんがありまして、意外とね、物の入れ替わりあるんですよ。ここにしかないものも結構あるんですよね。それが楽しみでたまに行きます。こちらは新品ですけども、訳あり家電量販店の領収書がついたものが多いんです。つまりクレジットカードを現金化したものですね。この新品はお買い得品が結構多いです。そして例えばこれ、私が探していた Xiaomi の Mi Mix 3 5G、 こんなものも新品でまさかここにあるとは思いませんでした。これが楽しいんですよ。そしてこれ、HTC のチャチャ覚えてますかね。キーボード付き、 Facebook がワンタッチで呼び出せるという、何年前ですかね、画期的なスマホでしたね。このチャチャのあるお店でいいものを見つけました。フワウェイメイト9のポルシェデザイン、フワウェイとポルシェデザインのコラボ最初モデル、程度がいいんですよね。てなことで、久々の中盤に来たんですけども、ポルシェデザインのフワウェイ初代を買ってしまいました。やっぱいいもあるな、ここは。まあたまに来るからいいかもしれないんですけども、モンコックやシャムシーボとは違うものが見つかる街、それが中盤です。この後はいつもの当時市と夕飯を食べるためにチムサチョへ向かいました。中盤は始発駅なのでゆっくり座っていけます。ミラホテル向かいのショッピングモール4階、駐在員時代よく来たんですけどね、韓国料理のソラボルがあったり、日本の居酒屋元気いっぱいがあります。今日は、まあ、私にしては珍しく当時市と居酒屋で夕飯を食べたいと思います。今香港はコロナウイルスの影響で2人までしか座席につけません。結構厳しいんですよ。ということで2人ともお酒飲まないんですが、まあおでんを頼んだり、こちらはちょっと映える感じのオリジナルのサラダですね、揚げ出し豆腐、さらにだし巻き卵、明太子入りなどなど、酒飲まずに2人でこんなもん食べていました。まあ2人でだいたい500香港ドル、7000円ぐらい、まあそんなもんですよね。メインは太巻きで、久々に美味しい和食を食べることができました。では支度します。